はい、今日はですね、このフライパンでですね、うどんをね、焼いていきたいと思います。はい、今回はですね、このね、白玉うどんがね、1玉26円で安かったのでちょっと買ってみましたけど、で、前回あの焼きそばやったんですけどね、この焼きそばのソースがね、結構余るっていうのと、このだし粉ですね、あとこの肉かす、それが余ってるので、今度うどんをね、使ってね、ソース焼きうどんを作っていこうかと思います。で、またこの前とね、同じように油を入れてね、いきます。今回もね、このコレステロールゼロのやつでいきたいと思います。で、今回も豚バラとかね、入れてあげればいいんでしょうけど、今回も肉なしで、肉かすだけで、前回の余りのね、肉かすを入れていきたいと思います、ね。結構肉かすからもね、油がね、出てきましたね。で、これぐらいのタイミングになったら、通常だとね、キャベツとかを入れてあげるとね、いいんですけどね、カット野菜をね。はい、で、今回もなしです。だから油、もともと入ってた油とこの肉かすの油がね、今回出てますね。はい、なので、ちょっとこう肉かすももうちょっとね、あの細かく、これ3分の1ぐらいに刻んでもね、いいと思うんですけど、まあこれぐらいのサイズが一番お手頃ですかね。はい、で、ちょっと油が気になる人は肉かす少なめとかね、あの普通の油も少なめでいいと思います。で、このタイミングでキャベツ入れて、ある程度焼けたと思ったら、今度ね、麺を投入していきます。このうどんはね、前のあの焼きそばは蒸してあったけど、これ茹でてあるのでね、あのそんなにこう焼く必要もないんですけど、逆に今度ひっつくっていうね、難点がありますので、また水をね、ちょっと入れていきたいと思います。で、こう蒸す必要もないんですけどね、こうほぐれれば麺がね、はい、で、茹でてあるうどんなので、あんまりね、あのやりすぎるとこの麺が伸びてしまうので、適度がね、いいですね。はい、で、焼きうどんなので、ちょっと油がね、麺に絡んでくれるとそれなりに美味しくなるんですけどね。はい、で、こう麺がほぐれたら、もうあとね、ここでこのね、焼きそばソースをね、入れてみようかと思います。で、ちょっとこの焼きそばソースもね、ちょっと多めには入れてましたけど、で、少し多めだと今度ね、ちょっとソースが多くなるんですよね。で、下に、まあそんなたまんないんですけど、で、これぐらいの状態でこのね、だし粉をちょっと多めに入れてあげると、ちょうどソースがなくなるようなね、感じですかね。はい、こんな感じでよく混ざりましたかね。はい、これで一応完成です。はい、で、ちょっと一回ね、お皿の方に
避けていきたいと思いますけど、こんな感じでできました。で最後にこうミカちゃんつってね、あの紅生姜とかを少し添えてあげてもいいんですけどね、あれも中途半端にあの買ってしまうと結構余るので、その後他に使い道がねちょっとなかなかないので、とりあえず今回も具なしでいきましたけどね、はい、これだけでも結構美味しいと思いますので、でうどんなのでちょっとねあれを入れてあげてもいいです、あのだしの素かなんかね、であと醤油を入れてあげたりとかしても美味しいと思いますので、はい、でこのねうどんと焼きそばの違いはね、うどんの方がこうちょっとねいつまでも熱いような、ね、感じですかね。またこう具もないのでね、非常に食べやすいっていうんですかね。はい、こんな感じでね、焼きうどんもね美味しくいただけました。まあ基本この焼きそばソース何でも合うっていうことでね、あの何でもかけてもらえば美味しいのかなと思います。で結局ね結構余るのでね、この使い道ねうまくね他の麺で代用してもらったり、あとこのだし粉もね結構余るので、まあ、静岡の場合は静岡おでんっていうのでねかけますけど、まあ、あとお好み焼きとかねして一回買うとこれ結構余るのでね上手に使ってもらいたいと思います。